ほら、さやちゃん饅頭作ってるよ。ほら、蓬莱饅頭、白と黒と3つずつ買いました。全部で6個です。パパへのお土産にします。すごいね、美味しそう。すごいねあんこがたくさん、美味しいんだよ、すっごく美味しいの。そうそう、充電がないのよ。だから充電がないんだからもう行きましょうよ。はい、そうですね。はいはい、さやちゃん、漢字のおやつに今日は天文館果実堂に行ってみたいと思います。はい、ここですね、ゴンザ通りにある天文館果実堂です。おー、かわいい。行きましょうか。あとちょっと、あとちょっとね。今ね、番号札を取りました。そこです。すごい人ですよ。人がすごい多いですよ。あ、メニューがあるね、見てみて。すごい。うん、おー、果実堂初めて来たね、さやちゃんね。すごい、たくさんショーケースの中にはサンドイッチが入ってます。見てください。美味しそうだね。フレンチトーストもあるんだ。フレンチトースト。だから、このほら。あ、いちごカフェ。ここに、あれが。あ、うんうんうん。どれにしようかな。さやちゃん、この、そうだね。この季節のフルーツカフェだね。それにしようか。これも美味しそう。本当だ。プリンアラモードだね。いや、美味しそう。こっちの方がいい。そうだね。決まりました。はーい。じゃあ季節のフルーツカフェを2個ください。え、なんで2個？以上でよろしいでしょうか。はい、以上で。確認させていただきます。季節のフルーツカフェをお二つ、以上でよろしいでしょうか。はい。食べ過ぎですかね、私たちは。なんでニコラ？ママも食べたいし。一個にしようと思ったけど、やっぱ2個頼んじゃおうかなと。お腹空いちゃったもん。早いね。お待たせいたしました。季節のフルーツカフェでございます。すごい、大きい。はい、どうぞ。はい、すごい。下から移っていきます。すごい。すごい大きい。失礼します。うわ。この中にボンタンのジェラートを使用しております。メロンが宮崎県産のものですね。いちごが県内産の佐賀ほのかを使用しております。佐賀ほのか。かわいい。いただきます。はい。すっごい美味しそう。さやちゃんすごいね。これはすごいよ。ずいからいただきます。うん、美味しい。甘い。パイナップルが刺してあるので。いけた？これあげる。メロンくれるの？うん、やった。じゃあちょっと食べ進めていってからもらっていい？うん、他の食べてからでいいから。あった？うん、あ、すごい。パイナップル食べます。お、ウサギみたいに食べてる。おいしい。ここにボンタンのジェラートが入ってるみたい。バナナ食べたい。うん。すごい幸せそうな顔してるさやちゃん。おいしいね。さやちゃん、メロンくれるんだったらイチゴあげよっか。イチゴいる？後からでいいよ。ここに置いてていい？うん。これ、これは普通のバニラアイスかな。なんか黄色系だね、これ。うん。これ黄色系になってる。そうだね。うん、美味しい。ボンタンのジェラート。今日はフルーツがたくさん入ってるじゃん。まだ？あ、じゃあここにもらおうかな。はい。はい。これ何？それはね、みかん。ちょっと酸っぱいけど美味しいよ。うん。ボンタンのジェラートは果肉がザクザクしてる。下の方はゼリーが入ってる。めっちゃあるな。美味しい。本当？うん。パイナップルどこ？パイナップル？もう食べちゃったか、ママ。あれか。うん。早っ。すごい。すぎない？
ボンタンの、ボンタンのね、ジェラート。この下はゼリーですね。おいしい、下の方シャリシャリしてる。ほんと？うん。おいしい？うん。結構食べていっちゃったね。うん。寒い。寒くなってきた。生完食でした。おいしかったです。はい、ちゃんともう少しですね。下にたくさん入ってるでしょ、ゼリーと。果物がね、たくさん入ってて美味しいよね。ここら辺にさ、クッキーが入ってる。うん、入ってたね、うん、美味しかった。さやちゃん完食しました。美味しかったね。寒い、分かりました。はい、美味しかったですね。美味しかった。美味しかった。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。